はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。はい、まだバンコクにいます。今日の夜に飛び立つんですけども、最後ですね、タイ国際航空のファーストクラスで大阪に帰ります。大阪のイベントはですね、まあ、あいにくと3つともキャンセルになってしまったんですけれども、金沢でやる僕のセミナーはもちろんやります。はい。なぜやるかというのはですね、まあ、これはまあ、話せば長くなるところをサブチャンにあげましたんで、よかったら見てみてください。実は昨日ね、動画、実は本編でアップしてたんですけども、YouTube 上結構微妙な表現ということで、ちょっとね、ペナルティーマークがつきました。別にペナルティってもですね、別に致命的なものじゃなくて、今あの話題を取り上げると、そういう扱いを受けるってことですんで、まあそれはちょっとね、サブチャンの方に上げて、その続きというわけじゃないんですが、まあちょっと関連するようなね、話を今ここでしたいと思います。まあよかったらね、サブチャンのそちらの動画の方も見ていただきたいと思うんですけれども、先ほどですね、非常にあの、喜ばしいニュースが飛んできました。というのはですね、まあある意味僕が予想した通りのような気もするんですけども、中国ではですね、一部の、まあコアになる地域を除いてほぼ収束宣言が出たということですね。で、おそらくですね、その政府が発表した2週間の自粛もが明けたぐらいから良いニュースが日本でも飛んでくるというふうに、まあ、予想しています。ですので、まあ、3月の末にはですね、ある程度明るい兆しというか明るい方向性が示されるんじゃないかなというふうに思っているわけですが、まあどうせ良くなりますんでね、もう気にせず気楽にいきましょう。まあ、今回本当ね、まあ、2週間弱ぐらいアフリカとね、このバンコク来てるんですけども、こうやってね、日本がすごく盛り上がってる中で、外から、しかも天気のいいですね、もう花粉もない、ね、変な感じもないですね、そういったところで過ごさせてもらってるのは、すごく良かったなというふうに思います。何かね、呼ばれてるような気がしましたね。まあ、いちいちその呼ばれてるなんとかっていうスピリチュアルな言い方もね、かこつけるのはそんなに本意ではないんですけども、なんとなく今回はそういう必然性をね、感じてるところです。で、先ほどですね、そのいいニュースが飛んできたってね、言ったんですが、それをツイッターでツイートしたところですね、まあ、早速ね、そんな嘘だっていうことを言ってる人だけですね。なるほどなぁと思うわけですよ。で、今回ね、まあ、飛行機とかで、これ読み直しになるんですけども、もうずっと読んでた本があるわけですね。それは何かというと、ファクトフルネスですね。去年1年間で一番売れたビジネス書だというふうに言われるんですが、まさにね、まあ今回のことを見越して書いたんじゃないかなっていうぐらいに、すごいね、感動的な本なんですよね。で、人間はですね、まあ平たく言うと、ネガティブに思いがちだと、事実、ファクトから見ると、どんどん良くなってるにもかかわらずですよ。けども、人間のある種の本能としてですね、ネガティブに考えがちだと。で、そのファクトフルネスでですね、分断本能ですね、世界は分断されている、ネガティブ本能、世界はどんどん悪くなっている、直線本能、世界の人口ひたすら増え続ける、恐怖本能、危険でないことを恐ろしいと考えてしまう、過大視本能、目の前の数字が一番重要だと思い込み、パターン化本能、一つの例が全てに当てはまる、で宿命本能、全てはあらかじめ決まっている、単純化本能、世界は一つの切り口で理解できる、犯人探し本能、誰かを決めれば物事は解決する、焦り本能、今すぐ手を打たないと大変なことになるというですね、まあ、5つの本能、思い込みを指摘しているわけですけども、まさにね、本当そうだなと思うわけですね。とりわけですね、9割ぐらいの人ですよ、この人類、先進国の人も含めて、もっと言うと学識のある人も含めてですね、9割ぐらいがそういったネガティブな本能に取り囲まれているということなんですね。だけどね、あとの1割ぐらいは割と冷静客観に見てるんで、まあ、今回の問題に関しても僕はいろいろね、ウォッチしてるわけですが、結構信頼できる、まあ、要するに冷静な頭を持ってる人ですね、みんな言ってること同じなわけですね。いや、それはもうね、ちょっと大げさすぎるよねということですね。まあ、結局ですね、今までのトレンドから言ったら、もうこうなってこうなってこうなってわかるんだけれども、新型っていうのがね、つく限り、いや今回のは今までとはちょっと違うんだとね、いやそのさ、今までと違うってなんで断言できるのかってことですね。いや、もちろんですよ。今までと同じだっていうことも断言できないんですけども、だけど、今回だけは違うんだっていうことをしきりに言ってる人はいるわけですね。それの根拠がわからないわけですよ。要はですね、今回だけは違うっていうのは、一つの思い込みなんですよね。それも。だからね、結局その逆のね、楽観的な思い込みを持ってるわけですね。それ何か言ったら、自分だけは大丈夫だと。まあ、自己正当化バイアスって言ったりしますけどね。自分だけは大丈夫だと。で、自分だけは宝くじに当たるんだ。自分だけは何もしなくても成功するんだ。って言って10年、20年が過ぎてしまって、年齢だけが得てるっていう人を、割と僕の周りというかですね、まあ、そんなたくさんはいないですけども、まあ、知ってるわけですよ。でもそうやってね、楽観的に考えることが必要なんだけども、僕の主義はあくまで現実的な楽観主義者ってことですね。
現実の楽観主義者でですね、成功した国でいうと、まあ、アメリカがそうです。例えば第二次世界大戦の時に日本はどういうマインドでいたかというと、楽観主義は楽観主義なんですけども、妄想的な楽観主義だったんですね。要はですね、日本は神に守られた国であるという、最終的には神風が吹いてるっていうことですね、日本は負けたことがないんだみたいなですね、ことを言うわけですね。確かに現行とかロシア、ね、日露戦争、とか日清戦争でですね、その大国に打ち勝ったという事実はあります。だけどね、歴史を知ってる人はガチで言うと、まず負けたのはですね、7世紀ぐらいですかね、白水の木の戦いで日本は惨敗してるわけですね。新羅と高句麗と百済の、まあ、その争いがあったわけですよ。で、日本は百済の連合国としてですね、助けに行ったわけですよ。そこで惨敗してるわけですね。白水の木の戦い、白村江の戦いといいます。で、あのあたりは天武天皇とかですね、確かあの時代だったと思いますよね。で、まあ、日本の国っていうのができ始めた頃ですんで、まあ、それをカウントするかどうか別としてですね、まあ、少なくともこの日本というのは戦争には負けてるわけです。あとはですね、豊臣秀吉のですね、朝鮮出兵ですね。あの時もまあ、最終的に秀吉が死んだっていうことが、引き金になってるんですけども、まあ、あれ負けてるわけですね。そんな感じでですね、日本は歴史の中で負けてるという経験もあるんですけども、そういうのは伏せてしまって日本は勝つんだというね。で、しかもですね、負けた原因はですね、敵からやられたっていうことじゃないんですね。飢え死になんですよね、ほとんどはですね、はい、兵隊さんがですね、飢え死にしてしまったわけですよ。で、要は最低限の物資しか持っていかずに、どうせ俺たちはできるんだみたいな感じでガーッといっちゃって、神様風が吹くんだ、神が守ってくれるんだところで、気合で何とか生きる、精神論で何とか生きるんだってね、最終的に竹槍持っていきゃいいんだみたいなですね、妄想的な楽観主義でいっちゃって、それでまあ木っ端みじんにされたってことなんですね。で、一方アメリカはどうなったかというと、まあ、象徴的な話があるんですけれども、戦艦だったかにですね、アイスクリームのサーバーを設置してたわけですね。それで最悪事態をもちろん想定してるわけですけども、まあ、あくまで楽しく楽観的にね、なんか行きましょうという、そのなんか心の余裕みたいなのがですね、もう当時から全然違ったわけですね。もちろん、緻密なですね、戦略、作戦を得て、そして、取るべきリスクはきちんと取って、最悪事態を想定して、まあ、やってたわけなんですけども、日本の場合は最悪の事態とは全く想定せずに、楽観主義だけで、最低限の補給でですね、物資、食料だけで行って、ほんで、まあ、木っ端みじんにやられてるわけですね。で、最終的に神だ、神だって言って、で、その神からもですね、見放されるという、まあ、それは当たり前なんだよな、っていうふうに思うわけです。まあ、これ失敗の本質っていうね、まあ、本にも結構難しい本なんだけども、まあ、そこにもそういう話出てますけども、まあ、一方でアメリカっていうのは楽観主義であるんだけども、非常に現実的であるということですね。ですので、僕は成功の要因ってですね、この動画でも昔言ったと思うんですけども、楽観主義な現実主義でありたいって思うわけですね。もしくは現実的な楽観主義者でありたいという、で、それが成功の要因であるというふうに僕はこれ断言していいと思うわけですね。で、多くの人ですね、このファクトフルネスという本によると、まあ、悲観論者なんですよね。楽観論者っていうふうになってしまうと、どうしてもその日本のね、戦時中の日本と結びつけてしまうわけですね。つまりパッパラパーのですね、要するに妄想的な楽観主義、妄想と楽観主義っていうのはですね、これは全然別のものなんですね。だけどそれをつなげて考えてしまうっていうのも一つの妄想かもしれない。だから僕はそこはあえてもう一回言いますね、はい、現実的になりましょうと、あくまで現実的に考えた上で楽しくいきましょうってことなんですね。で、先ほどいいニュースが飛び込んできましたって言ってツイートしたらですね、そんなの嘘だっていう、つまりその人のですね、一応見たんですよ、どういう主張をしてるのかって。その嘘だって書いた人のツイートをちょっと見てみたらですね、まあ、本人はそんなに発言してないんですけども、いろんな記事をリツイートしてるわけですね。ほとんどがネガティブなんですね。で、自分の頭の中ってですね、つまりずっとネガティブなニュースを探しまくって、それどうやこれだとってですね、それでネガティブじゃない僕みたいなですね、ポジティブなニュースを見ると、お前はハッタリだの嘘つきだのというふうに攻撃するわけですよ。で、そういうのですね、最近ある有識者の話からですね、なんとか脳というふうな名付け方がありましたね。はい。まあ、そのなんとか脳というのはですね、脳ですけどね。はい。もうわかると思います。これ言うとね、その YouTube 上、ちょっとね、あれあるんで言いませんけれども、確かにそうなんですね。で、その人たちの脳はどうなってるかって言ったらさ、もうね、悲劇的な記事をずっと探して、リツイートして拡散するってことなんですね。で、楽観的な記事に関しては、それは嘘だというふうに攻撃するということなんですよ。で、なんでそうしたいのかって、本人もですね、本当のところはですね、ポジティブに行きたいんですけども、もうネガティブというかですね、いや、もっと言うと、人間の本性、本能であるネガティブというのにですね、取り囲まれてるわけですね。で、それが、まあ、なんだか人生を、まあ、うまくいかなくさ、
だったりしたりとかですね、まあ、ちょっといろいろあるわけですね。でそういった本能から解放されましょうよと、そういった思い込みから解放されましょうよという本が、まあ、まさにファクトフルネスという本だったわけですよ。だから僕はこの本はですね、まあ、昨年1年間で一番良かったなという、もう胸が震えるぐらいね、良かった面白い本だったと思うんですけれども、まあ、今改めて読むとですね、この時期にまさに我々に問いかけてるというか、でこの作者はすで、にですね、この本を書き上げた直後にですね、もうお亡くなりになったわけですね。もうもちろん書いてる時からですね、まあ自分のね、読みようはもう何ヶ月かっていうのは分かったみたいなんですけども、で最後の力を振り絞ってですね、我々にメッセージを伝えてくれたわけですよ。でまさに今こそも読むべき本です。だから僕あんまりね、この動画ではですね、強く一冊の本を進めることって、まあ、したことなかったかもしれませんけども、まあ、僕の本以外はですよ。でこれ本当にね、いい本だなと思いました。すごく勇気が出るですね、もう力になるですね、本です。だから僕はもうこの旅の間は日本ではどういうことが起こってるかっていうのはニュースとか、まあ、そのいろんな連絡からもらってるわけですけども、一方で外からそうやってファクトフルネスという本を持ちながらですね、まあ、これからの自分自身もしくは自分の周り、そして世の中っていうのはですね、考えていく基盤ができたんじゃないかなというふうに思いました。要はですね、最後に一言言うとですね、まあ、どんどん良くなりますし、どうせ良くなりますよ。それね、本当どんどん良くなる、そしてどうせ良くなると。でこんな騒動もですね、どうせ本当にどうせ良くなるし、年末にはですね、まあ、流行語大賞になった上でですね、あったね、それトイレットペーパーみんな買い占めたよねって、マスクなくなったよねって、あれ何だったんだろうねっていう一つの教訓ができるわけですね。でも一方でほら、明るいニュースもあると思うわけですね。というのはですね、まあ、季節性のインフルエンザみたいなのがですね、3分の1に減ったりするわけですよ。で、それなぜそうなったかって言ったら、皆さんが幼稚園で習ったことをちゃんとやってるってことです。つまり、手を洗うね。帰ってきた手を洗って、ご飯を食べる前に手を洗う。ただそれだけなんですよね。はい。手を洗うってことだけなんです。これ幼稚園の頃習ってるわけなんですね。それをちゃんとみんなやったら、ほんとね、いろんなものが防がれるっていうことなんですよ。ですんでね、まあ、ある意味その痛ましい事件っていうのは過去にあったんですが、まあ、福岡でですね、お酒を飲んで運転した人が、まあ、ある家族にぶつかって、すごく大きなニュースになったってね、痛ましい、本当にニュースだったんですけども、でもあれを機にですね、飲酒運転に対する意識がガラリと変わりましたね。本当にガラリと変わった。それ以前は割と飲酒運転に対して寛容的な空気があったわけですけども、それ以降ですね、まあ、僕も含めて、一滴たりとも飲んだらですね、運転をしないという風潮になりました。はい、意識っていうのはね、何かのインパクトで変わるんだなと、それでそういう常識とか空気ができてくるんだなということは、まあ本当過去のね、そういった事件からも見てわかるわけです。で今回はまさにそれに相当するんじゃないかなと思います。我々はちゃんとした幼稚園で習っていることをやれば良くなるし、その余計なねことをしなくていいんだということです。余計な恐怖とかにとらわれるのが済むんだと、まさに我々は幼稚園に帰りましょうということなんです。挨拶をしましょう、笑顔でいましょう、うがい手洗いしましょうね、ありがとうって言いましょう、ごちそうさまいただきますって言いましょうというですね、本当幼稚園で習ったことをですね、きちんとやればまず間違えることはないわけですね。あとまあね、換気をしましょうとか掃除をしましょうとか言う通りなんですけれども、うん、シンプルだよなと。でその基本的な幼稚園で習ったこと、もしくは保育園で習ったこと、もしくは家庭でちっちゃい頃習ったことをちゃんとやっていれば必ず成功するわけなんです。冷静な目を持って必ず幸せになるわけですよ。つまり我々はね、リメンバー幼稚園です。そうやって生きていきましょう。はい。これからそういうのがね、トレンドになると思いますし、ますます人間はシンプルにシンプルに、そして大切なことを本当に大切だと認識して実践するような時代に、突入したんじゃないかなと思います。で、その契機として今回の、まあ、騒動があるんだとね。僕はそういうふうに考えてます。だから未来は明るいです。どうもありがとうございました。